メンバーに髪めっちゃ綺麗じゃないって言われた。今日も可愛いマサさん、こんにちは。もう一回やりたい、これ。なんかさ、この黒に染めたじゃん最近髪の毛で、なんか「もしかして宿毛矯正しました?」って言われて「あ、しました」って言ったら、なんか宿毛矯正したら大体髪明るくなっちゃったりとかするんだけど、あの綺麗に色入ってるんで「宿毛矯正上手でしたねその人」みたいな言われて、え、上手な人だったんだと思って。初めての人だったんだけど、リピかも。メンバーも嫉妬するツヤが羨ましがられて、これが噂の洗脳曲これも流してたけど、子供じゃないもんセブンティーンを洗脳していたんだよ実は。あの配信だけではなくて SNS とかにもめちゃめちゃ使ってて、実はこの曲も結構使ってました実は。あの至る所でやっぱさ、なんて言うんだっけ、そういうのスピードランニングみたいな感じでスピードランニングみたいな感じで耳にこうしてると、あ、なんとなく、あ、なんか聞いたことあんなみたいな感じになるかなと思ってしかも子供じゃないもんセブンティーンは告知するつもりなかったから、あの絶対に誰も予習できないわけじゃん。だから聞いてはって思えたらいいなと思って洗脳してました自分は。実は皆さんのこと、ま、ミスターマリックなので、ミスマリック。私家にいるのに電波悪くて草。え、待って、私がさ、あれかも、私の Wi-Fi が悪いかも。そんなことないかな。ヒロ様ヤッホー、ミニポニーさんヤッホー、ハートハートハートありがとう。サブリミナル効果、サブリミナル効果っていうの。マシちゃんハートいっぱいありがとう。サブリミナルはさ、あ、これサブリミナル効果って言うんだ。知らないうちに、知らない間にサブリミナル効果してた私、かっこよくないでも痛い、マジでもうあの歯が痛すぎて、あの口を大きく開けることもできなくて、ちょっと困ってます、大変困っております。言いづらそう、痛そう、そうなの、えぐい。でも昨日歯医者さん行って、昨日は痛くなくて今日痛くなったってことはさ、一昨日歯医者さん行って昨日痛かったのも地獄だったじゃん。昨日は無事でよかったです。詰め物取れた、違う、なんかよくわかんないけど神経を抜いたはずなんだけど、なんか痛いんだよね。ってことは神経残ってるやんみたいな、神経取れてないやんみたいな。ロキソニンしか勝たん、あの何ロキソニンみたいなやつを飲んだんですけど全然痛み収まんなくて、あのセイロガンも初めてやってみたんですけど、確かにあの口の中はすごく麻痺したんですけれども、この歯だけはどうしても痛いんで多分関係ない痛み止めたち多分関係ないですね。削られたの、削られてるし、あの神経も抜かれてるんだけど、なんか痛いってことは神経抜かれてないよねっていう普通痛くないじゃん神経抜いてたら。レブレブさんこんにちは。奥歯抜いた、奥歯抜いたの、日がずれて痛くなるの、なんか大人の筋肉痛みたい。いやマジそんな感じ、打つ
残ってるやんね、残ってるよね。これみっこんさんこんばんは、やっほー、フラクちゃん紫フリフリありがとう。これは全然関係ないんですけど、左目のコンタクト多分裏表逆で痛い、もういろいろ痛い。最近裏表多いな、ミスること。今日ビジュいい。でも君への僕の想いはこの空よりも大きいかな。フラックちゃん紫フリフリありがとう。また行くことになりそうだ。うん、もう朝一で行ってくる明日。朝一で行ってきます。明日はレッスンとかもあるんだけどさ、その前に行かなきゃいけないからめっちゃ朝早い。行けるかしら私。メンバーにもらったファンデーションしたんだ今日。でもファンデーションの塗り方わかんなすぎて、なんかすごいベタベタ塗っちゃって、でおでこ塗ってなくて、おでこも塗れって言われて塗ってたら、ね待って違うやり方って言われてミクさんにやってもらった。結局もう無理、リタイアかも。裏表よく私も逆になってる。危険じゃない？結構痛くない？人体ってなくなった神経とか部分の痛みを感じる不思議で厄介なものだから、そのか、え、そうなんだ、変なの。高津ヤッホー、ケラケラケラ、やばいよ、かわいそう、いろいろ。あ、生誕のビデオも見たいんだった。ミニポニーさんハートありがとう。なんか勝手 に痛いし落ちてくる。何が落ちてくんの？あー、カラコンが。ね待っての言い方ミクチーすぎてでしょ、やっぱ日々一緒にいるからさ。あ、もう痛い、何これ、もうやだ、もう喋るのもやっとこさ。あ、まあ、口開けんのも痛いんだよね。なんかさ痛いんだけど顎まで痛くなってきて、顎まで痛い。コンタクト思考停止です痛すぎて思考停止だよ。ねまつげ綺麗じゃない今日も。でも下まつげがちょっとくるんってなってないんだけど、束頑張ってる日々。この空よりも大きいか。なんかさ私さ高いツインテールより低い方が似合うよってよく言われるんだけどさ、やっぱ高めツインが自分受けなんだよね。わかる？古いかな？そんなことない。自分受けは高めツインなんだよ。あ、いた。セーラー服はまだ着ても大丈夫ですか？大丈夫だよ。延々のセーラームーンだから。かなのちゃんの入金忘れてしまったのですが、え、その場合どうなるの？終わり？あ、てかキラキラしてなくちゃ嫌だもん。踊ったよ、モアキュン、ママキュン、ママキュンくれよ。最近また流行ってない？セーラームーンより高い死ぬ確かに。 FC ビュッフェのやつ再度抽選するか迷う。え、もうそのさ入金忘れたやつはもう無理ってこと？モアキュン俺得でしたでしょ。最近またなんか回ってきたからやってみた。でも黒衣装時間なさすぎてあれの1個しか取れなくて打つ。こんばんは、今入室。痛みはどうなの？歯ではないの？歯だよ歯。
赤目よし、やっほ、痛すぎて泣いてる。明日朝一で歯医者さんに行く。1秒でも過ぎたら終わり。なんでそんな大事なの忘れたの。まあ諦めて、ビールフェスもあり、当たるかわからないから。そうしよう。え、私のことだよね。そうしよう。あ、今日やっほー、生誕祭お疲れ様でした、来てくれてありがとうね。そそくさ帰ったよね。せっかく衣装チェンジしてチェキ会やったのに、そそくさ帰ったよね。そう、誰のフェス。いや、私のだよなって確認。え、そうしよう。あのビールのバイキングだと思ってさ。あゆみんちゃん大好き。笑った。そういうことにしようよ。でもさ、だってさ、オクトーバーフェストももう今月で終わりですよ、ついに。会いたーい。いつなんだっけそれ。待って、痛い。あのね、こう上の歯と下の歯でこうカンって当たると痛いの、激痛。ちょっとでも触れるとマジ痛いの。だからずっと歯をこうやって浮かせてなきゃいけなくて、つまり物が噛めない、ご飯が噛めないので、クラムチャウダーさっき食べました、スープだから。でも私スープ好きなので良かったかもしれない。バイキングにしては自動で持ってきてくれるから、こちらから、こちらから持っていくから。急いでそそくさ帰ったらグッズ買い忘れた。なんでそそくさ帰ったの、急いでたの。22、来れない人多いって確か言ってたよね。え、マジ知らない。おいでよ。じゃあてか結構もうすぐじゃない。結構もうすぐだよね。あ、痛い。これさ、明日美容院じゃないや、歯医者行ってさ、すぐ収まんのかな。痛み止めみたいなのくれるかな。あー、好き。もう一回巻き戻して、巻き戻して。なんかリモコン効かないんだけど。あー、マジであゆみんちゃんの格好良すぎだってばのオタク。そこ専門家。本当は生誕でやりたかった曲ね、今のが。もうちょっと難しすぎるからやめました。割とすぐ草、治療したところが痛い。そう、治療したところが痛い。ちょっと医療ミスかも。田舎だから電車なくなる。涙ですね。桜樹かおるさん、フォローありがとう。毎日配信してます。お疲れ様、昨日ありがとうね、えりちゃん。推し活の合間に推し活してくれてありがとう。チキ、急いで来て急いで帰ってった。えりちゃん可愛かった。でもさ、 HMV でさ買えなかったんでしょ。じゃあ生誕行ったらよかったね。ビールフェスというコンカフェに行くのあり。まあでも服もコンカフェっぽいもんね、なんか。なんだかマジ痛いすぎる、やばい。これさ大丈夫、私寝れんのかこれ。痛すぎてマジで結構本当にやばい。なんかさ、歯が痛いってさ、我慢するのが一番しんどいらしいよ、さっきレミさんが言ってた。あー痛い。そうなんよね。ね、結構コンカフェ、しかもさ、コンカフェよりいっぱい喋る。うん、それは微妙か。高津紫だるまさんいっぱいありがとう。赤だるまさんもありがとう。違う、合間じゃないもん。かわいいエリちゃん。仕事と推し活の合間の推し活だよね。本戦だよね、坂本ちゃんが。エリリン・モンローが
見えたよいっぱい。地味な痛み全部無理。ねわかる。ねえこんなに歯が痛くてさ、こんな可愛いのにかわいそうな坂本ちゃんを10月26日の定期公演で皆さん応援しに来ませんか。定期公演マジで来てほしい。入り口で坂本里奈って言ってほしいです。来てお願いお願い。今回はハロウィンということで、ハロウィンどんなの来ちゃうんだろう。コンカフェのこのかぶり多いと喋れないから実質たくさん喋れるよ。そうだよね、私がコンカフェなんて出た暁にはさ、やっぱかぶりだっているだろうしさ。あ、なあなあやっほー、こんばんは、ありがとう、来てくれて。ほんまに辛そう。痛み止めとかないの？痛み止め飲んだんだけど全然効かないんだ。多分もうやばいレベル。はじめまして、桜木さんか。ありがとう、来てくれて。毎日配信してます。歯だけは自力で治せないから強い。確かに確かにね。あと地味にオタク観察もできるからコンカフェみたいにおもろいでしょ。もう来る気はないねこれは。あ、オポーごめんね、昨日せっかく来てくれたのに。ほんまごめんやで。でも嬉しかった。よっちさん、まこたん、やっほー。ミニポニーさん、ハートハートハート、ありがとう。大きいハートもいっぱいありがとう。行ったら楽しい。え、楽しいね。なあなあ来てほしい、絶対絶対来て。こんばんは、2日間ありがとう。しんいち本当にありがとう。無事帰れた？まだ帰ってる途中か。それ神経処理してないのね。噛んだ、硬いもの噛んだの。違う、神経抜いたんだよ。抜いたんだけど抜けてないねっていう話。医療ミスじゃねっていう。イエローフィッシュさん、やっほー。にゃがとさん、こんばんは。いつどこ？10月26日土曜日、秋葉原ゼストです。聞いて、みんなも来て。定期公演はいっぱいあの曲数ができてロングステージだし、うん、まあワンマンって感じで、今回はハロウィンのライブなのでハロウィンって感じです。衣装もハロウィンって感じです。絶対来るっきゃない。入り口で坂本里奈ちゃんって言って。10月26日、ハピバーありがとうボブ。まだバス乗って1時間くらい寝落ちしかけてた。あら危ない。その説はほんまに申し訳なかった。全然だよ、ありがとうね、来てくれて本当に。また課金しないとなの、辛いね。そうなの、もう無理かも。お金も痛みも。副業早めに終われば定期公演走っていく。今日ありがとう、頑張って副業終わらせて。いくらするんですか？いくらするの？みんな教えて。26行くよ、大好きマシュちゃん。おパンチュ、おパンチュもあれ、あ去年か。おパンチュゆいちさん、やっほー。ちら、しかもさ、私がさ結構早めにさおパンチュウサギのコスプレしてさ、全く同じものみたいなのさテレビでさやっててさ、めっちゃバズってたの。こう私の方が先やってるんですけどって思った。これ誰にもさ伝わんないと思うんだけど、このデート前夜レクイエムっていう曲があるんだけど、私の生誕祭の黒衣装のあの服がもう完全にデート前夜レクイエムだったんだよね。まあ誰にも伝わらないと思うので独り言だと思ってくださいいいところ聞けなかった、おパンチュから。いや、おパンチュを私はあの去年のハロウィンで来たけど、その結構あと最近におパンチウサギのなんかコスプレ、全く私がやったのと同じ感じのやつをテレビでなんかやってて、それがバズってて、私の方が先にやったよって思ってる。
ネイミーたまらん。ねえねえ、誰かな、ナナにさ、あの定期公演の金額を教えてあげて。ゆいちさんも定期公演おいでよ。生誕祭だと思ってさ。前方2500円、一般1500円だって。ありがとうマシちゃん、ラブ。死後できプラスドリンク代。いつ？10月26日土曜日、秋葉原ゼスト。めちゃめちゃデート前夜レクイエムだったんだよね、私の黒衣装が。誰にも共感されないと思うんですけどね。その日幕張メッセに一日中いるかも。なんで？今年は進撃の巨人の巨人すぎるの、また全身タイツだとね。コスプレチェキは熱い。そうだよ、コスプレチェキだよ。来るしかないっしょ。時代の世に踊ります、愛だけ限りで腐食する、その音を聞かせてよねベビー、あなたの秘密なら天国まで一瞬に持ってくわ、私のじゃない男僕でもない、そう。好きなの上が動画アップしてたら話題になりそうだけどね。ねえ、したらよかったかも。コスプレ時期といえば撮影会も、そう撮影会もある。え、日付変わって明日だ、19日土曜日撮影会。ゆたさんこんばんは。撮影会衣装なんだろう、かわいいのだよ。イコノイジョイ合同ツーショット撮影会だ。オクトーバーフェストはレミさんと一緒。そうだよ。あ、ツイートしなきゃいけないんだ。明日ツイートしましょう。 HH 衣装ないの、何それ、キモ。かわいいでおパンチだったら草、死ぬ。撮影会でしかも金返せって言われそう。ライブでも言われるよってね。悪そうね。まあ服身につけてたら何でもいい。おい、ボロ雑巾みたいな服できたらどうすんだよ。スーさんこんにちは、坂本里奈です。ポチってアイドルグループやってます。マジ吐いたい、もう無理、痛い。突然痛いよ。頑張るしかないか、ほんまに。え、ネタとしてずっと画像残るだけ、何かに使う。フリー素材だと思ってる。まあそうなんですけど、配信早めに切り上げね。ちょっと痛いからちょっとにしますとか言って全然30分やってるわ。みんな10月26日土曜日定期公演遊びに来てください。秋葉原ゼストです。ハロウィン、ハロウィンがテーマということで、ハロウィンのコスプレ可愛いの着ちゃいます。今回のハロウィン定期公演はいつもと違う何かが起こるかも。
ということで皆さん遊びに来てね。入り口で坂本里奈ちゃんって言ってください。お願いします。誕生日プレゼントだと思ってはい、初さややん、初鈴木さんもあるな、その日のツーショット。坂本も行きたい、定期ですけど。お疲れ様でした。みっこんさん流れ星いっぱいありがとう。おかげで配信来れたけどありがとう。無理しないでありがとう。おやすおやす、配信ありがとうね。ありがとうみんな、ラブ。定期公演お待ちしてますよ。はい、痛いのに頑張ります。明日歯医者頑張ってくるね。明日は新宿アルタでライブです。夜お待ちしてます。バイバーイ、おやすみ。ミニポニーさんハートハートハートありがとう。バイバーイ。誕生日プレゼントだと思ってごめんね。10月はもう全部誕生日だと思ってるよ。ありがとう、バイバーイ。